のびちゃんです。こののびちゃんはですね、パソコンに映ってるのびちゃんで、こっちが本物ののびちゃんです。のびちゃんですね、昨日は具合が悪くて一日何も食べませんでした。この1週間ぐらいずっと調子が悪かったんで、昨日はお医者さんに連れて行きましたけど、ずっと食欲不振でしたね。お医者さんに連れて行ったんですけども、結局原因はよくわからないまま、まあ 2,3 日様子を見て、ご飯食べないようだったらもう一回来てくれって言われましたけど、ね、とりあえず点滴と栄養剤を打っていただきました。それでも昨日は丸一日何も食べなくて、今日は朝からですね、少し食欲が復活してカリカリとかウエットとか少しずつ食べるようになりました。のびちゃん、今私のパソコンのところに来てですね、ゴロゴロ言ってます。のびちゃんはひずかちゃんに比べると虚弱体質でよく病気になったり怪我をしたりですね、しますね。虫に刺されて顔が腫れたりとかもしてますし、しずかちゃんは病院に行ったのは結膜炎になって一回行ったっきりですね。のびちゃんは 3,4 回は行ってるかな、もっと行ってるかな。ん？何その手は俺の手の足の膝の上に。のびちゃん、そんな立派なお顔してるのにねえ、どうしちゃったのかね。まあでもちょっと元気になってよかったです。